どうも皆さんこんばんは。バーチャル VTuber のアレレレンです。今週もラジオご視聴いただきありがとうございます。というわけで今週始まりましたアレレラジオですが、今週はですねこんな話題に触れたいと思います。私も飼ってますワンちゃんの話題です。2021年、去年の人気犬種ランキングっていうのをねこの前たまたま見まして、覗いちゃいました。さあ果たして犬丸ちゃんは、犬丸ちゃんはちなみにトイプードルです。何位なのかなと思ってのぞいてまいりました。するとですね、なんと結果は CM の後でじゃなくて、アニコムっていうワンちゃんの保険のねサイトがね毎年やってるやつなんですよ。でなんかそこでね、うちもアニコム使ってたんですけど、今はちょっと変えちゃったんだけどねトップ10出てるんですよ。で、まあ、10位がシーズ、なんか見たことある人いるからわかると思う。絶対見たことある。よく街中で、よくじゃないけどまあそこそこ歩いてると思う。で9位がヨークシャーテリア。ヨーキーかわいいよね。みんなヨーキーってよく言うかな。まあ、デニさんも実は飼ってみたいなと思ったんだけど、ヨーキーを初めて飼うのはちょっと難しいかなと思って、まあ、プードル飼ってます。で、8位がフレンチブルドッグ。で、7位がミニチュアシュナウザ。シュナ可愛いよね。あのじいさんみたいな顔が私好きでさ。もうシュナもちょっと飼うのは難しいよな、なかなか。で、6位がミニチュアダックスフンド。5位がポメラニアン。ポメラニアン可愛いよね。もうポメラニアンね、意外とちっちゃくて可愛らしいんだけど、割と凶暴な子が多い印象があるな。よく噛まれるし。友達ん家にいるポメ、大体私の頃噛んでくるから。まあ私が可愛すぎなんでしょうね。で、4位が豆柴。まあ柴犬、豆柴も含む柴犬。で、3位がミックス犬。まあ10キロ未満のミックス犬らしい、これが。で、2位がチワワ。で、1位がトイプードルです。イデマルちゃん、1位おめでとう。まあね、トイプードルやっぱよく見るよね。でもトイプードルマジさ、ペットショップとかで見たらさ、超血統種、100万円とかさ、100万円みたいな。震えるよね。ちなみに私は、まあ、この今住んでるお家が小型犬。で、なんかまあ、その体長が何センチまでみたいな制限がかかってるからトイプードル飼ってますけど、まあもし何にも制限がなく飼うんだったら、板グレじゃない。もし何も制限なく飼うんだったら、あれ飼いたいな。あれ。まずシベリアンハスキーと、ボルゾイ。かっこいいよね、ボルゾイ。一回だけさ、どっかに旅行に行った時に、ボルゾイが歩いてて、うわー、かっこいいと思って見てたら、触りますかって言われて、触らせてもらったことあるんだけど、マジかっこいいかった。ボルゾイね、知らない人はぜひ検索してみて、マジかっこいいから。私の好きなバンドのキングヌーさんのね、常田さんって方がやってる別のバンドで、ミレミアムパレードっていうバンドがあるんだけど、そっちのバンドで歌ってる曲で、なんかボルゾイちゃんが出てくるミュージックビデオの曲があるんですけど、それ見ながらいつもかっこいいなぁ、マジボルゾイかっこいいわって言ってる。なんか突発でいろんなコーナーをやって、自分でも喋りやすくて良かったなと思うコーナーを今年から増やそうかなって話をしてたと思うんですけど、超今から始めた人向けに喋る内容にしようかなと思ってるんですけど、意外とみんななんか配信で、あ、ここ登れるんだとかいうコメントをいただくのでですね、ちょっとごめん、ラジオでね、こうみんな聞く人が多いから、ちょっとこのコーナーちょっとするか迷ってたんだけど、エイペックス、ここ登れるよーっていう、ここ入れるよーみたいな話をしようかなと今週は思ってます。今週話すお家はこのお家。ワールズエッジにあるお家なんですけど。
ラジオね聞いてる頃にはもしかしたらワールズエッジ消えてる人もいるかもしれないんだけど、マップ変更とかねこのジップがついた、そうですね、ある場所はだいたいフラグメントイーストウェストと、スカイフックと、あとラバーシティに主にあるかな。ラバーシティ、あのあれね、ビッグモードの横のとこね、あそこにあるこのジップハウスなんですけど、意外とみんな知らないので言うと、この家ジップ以外でも階段以外でも登ることができますこの1階のドアですね、1階のドアからこの左伝いに登って2階へたどり着くことができます。でここから登るルート2つあります。まず1つ目はこの柱伝いにただひたすら登っていくっていう、ここのルートで、ギコンと2つ目はさっき戻った2階から、上に対して、なんか窓あるじゃん、ここの窓、窓に対して行って、ここをひたすら登るのはもう練習したら多分登れると思う。そんな難しくない、だってキャラコンヌーブな私が登れるんだからねなので逆に言うとですよ、ここを守る人、ここで戦う人、例えば屋上で敵を回ってる人は、ここのジップと階段以外でも、ここの壁とここの下を警戒しないと敵が来る可能性があるということを考慮して戦うと、皆さんの戦闘力が30ぐらい上がるのではないかなと思いますまあというわけでね、まあちょっとした豆知識でしたまあ使えるといいね使って嬉しかったら、まあ報告してくれると嬉しいな去年から続いておりました早口言葉チャレンジですが、あのコーナーは引き続き頑張っていきたいと思います。というのもレニさんは滑舌が良くて、ペラペラペラーって喋りながら自動認識音声文字起こしが勝手にできる音声もちゃんと読み込んでもらえるようになるのが私の将来の目標の一つなので滑舌マジ大事ということで、去年までですね早口言葉難易度レベル3を達成したので、できてるかどうかともかく今年はレベル4からチャレンジしたいと思います。今週チャレンジするのはこちら2つ、これとこれそれでは1個目、こちらいきたいと思います。狂牛病ブーム、なやなブーブーなな、もうちょっと怪しいぞ。でこのコーナーはですね、初めて見る方向けに説明すると、3回早い言葉遅くないペースで言って言えたら成功っていうコーナーです。ただまあ別に言えないとダメとかいうコーナーではないです。そのせいで多分上達しないのかなではまず1個目、チャレンジいきたいと思います。せーの、狂牛魚ブーム、ん遅いな、もう一回行こう。せーの、狂牛魚ブーム。これは言えたのではさあ続いてこちら2つ目はこちら、ある日の昼、にひるなひる、昼にひるんだ。お、これは結構簡単じゃね。じゃあもういいや、練習せずに行くぜ。せーの、ある日の昼、にひるなひる、昼にひるんだ。ある日の昼、にひるな昼、昼にひるんだ。ある日の昼、にひるな昼、昼にひるんだ。お、これいけた。今日、マジ滑舌が生きてる日だね。ということで、今週のラジオはこの辺にしたいと思います。今週もご視聴いただきありがとうございました。来週はですね、マシュマロのお返事のコーナーも設けるので、もしよかったらマシュマロ。まあそうですね、コメントをしていただいたらそちらのどちらかにお返事したいと思います。お便り待ってます。ということで皆様ご一緒にお疲れいに、バイバーイ動画を見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価していってね。 Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレイニーに会いに来てね。またねー、バイバーイ。